みんなご飯好きやんか、うんうん、美味しいもん好きやんか、うん、でさ、プリンに醤油をかけると、うん、あのウニのおウニね、うん、プリンに醤油をかけるとウニの味になるらしい。えあとアボカドに何かかけたら醤油の醤油でサーモンになる。マヨネーズじゃなかったっけ、うん、みたいな。だからなんなの。そうなの、うん、アボカドに醤油かけたサーモンのやつ。醤油かけたアボカドの醤油やサーモンかマグロ。え、でもその多分マグロやわ。え、一番最初言ったやつはそれっぽいな、うん、プリンの醤油。プリンの醤油はウニのやつ、うん、でも、うん、お得やん。いや、ちゃうもん。え、お得じゃね。でもまあお得やで、俺もそっちかわかんやと思って。俺はあのご飯に味のりとマヨネーズのっけて食ったら、あの寿司の味がするってやつな。寿司の味すんねん。マジで。いや、多分おかしいやん。そのマヨネーズに適度にお酢が多分入ってるから、うんうん、寿司の味がするっていう単語が、うん、もうアホしか言わんことも、うん、いや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 、でも寿司の味ってなんやねん。まあ、なんやろか、化学反応起きてるわけやん。起きてるわけやん。だからワンチャンスの、うん、いや俺は結構その、うん、ご飯、味、のり、マヨネーズが、うん、ちょっとあの鮭濃い味がしょったんや。サーモンのおにぎりなわけやね。だもしかしたら俺、うん、サーモンのおにぎりと、あ、おにぎりそれ、おにぎりか、サーモンのにぎりとそれをあのミキサーでぐちゃぐちゃに混ぜて、うん、送ったら分からんかもしれん、うん、そうなったらもうこっちの勝ちじゃね、うん、コスパいいし。勝ちだ、一緒やもんな、それ、うん、イコールやもん。いや、同じ味なわけないやん。いや、同じ味なんすわ。同じ味なんかもしれんけど、ほんまに。それは味覚がね、もう、うん、いってもうてるんですよ、人間の。俺だから否定派やけど、うん、若干多分系と違うかなと思うわ、うん、仮に全く同じ味やとしても、うん、もう俺そのプリンに醤油かけたとか、うん、もうそのアホみたいな声 も、うん、もう食ってる自分が嫌やから。だからお前はそのプライドが、そうそう、ちゃんとウニの形した、うん、高い金払うて、うん、ちゃんとウニを俺は食いたい、うん、だから、うん、全く同じ味やとしても、うん、俺はこっちを選ぶ、うん、俺はあの何してんねやろ俺ってなるから何でもこんなことしてんねやろってなるやんか。なのになんかな、え、で、そういうやつ、お前らみたいな、うん、味一緒やったらええやんっていうやつに限って、うん、あのうんこ味のカレーの方がマシやっていうね。俺、うん、あ、いやいや、俺カレー味のうんこがいいよ。あ、そうなんや。俺はうんこ味のカレーだよ。じゃあ、じゃあわけわからへん、うん、それが。え、うんこは食いたくないやん。うんこの味わかんの誰か。え、いや、やねんけど、まあ、明らかに体に悪いやん。いや、味やから別に体に良しやしないやん。そうやな。いやいや、うんこ食う方が体に悪いやろ。まあ、うん、そう、それは。いやいや、待って、待って、カレー味のうんこでいいよ。カレー味のうんこやったらカレーの味やん。いや、味とカレー体にいいから。え、だ、え、ボンカレーの味すんのやろ。だから、うん、食ったら。うん、ほんと全然それ、ぐちゃぐちゃに潰してご飯にかけて食う。でもそれ、うんこやで食ってんの。別にいいよ、カレーの味。え、だから、病気になるかもしれんけど、カレー味を取るか、うん、むっちゃ苦いの我慢して、うん、まあ、健康的なもの食べるかって違う。俺、健康派なんでね。あ、そうな、うん、あ、そういうことなの。俺はどっちも嫌やな。まあ、2択で選ぶ、まあ、人に言ってんねんから、お前。まあ、正面、今の思んないやつか。まあ、今の質問自体がもうあのクソのする話だったから。ればクソだけで、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 どうしたらいいか考えずにこれ言っちゃったからさ、うんうん、まあ、どうかな、俺は。いいんじゃないかな、ね、僕も好きですけどね。それとかあの、うん、エビフライの尻尾はあのゴキブリと同じ成分らしいらしいみたいなやつな。やからなんなんそれほんまにアホのやつ。お前も言ってたけど、あの、うん、くら寿司 の、 あの、うん、うなぎ海ヘビやでみたいなやつ。あ、大幼魚が多いよみたいなやつかな。あの赤身が赤マンボウやでみたいなやつな。マグロは赤マンボウ、うん、こっちは楽しんでんねんからそこあさ空気読めへんみたいなとこが歩きすんの。それはわかる。いやでもあれやで、りょくんに言ったのはもうわざと嫌がらせするから、うん、あ、そうだよ。お前その赤マンボウやでってやめろって言いながら食ったもん俺もう。これ赤マンボウがめちゃめちゃ絶望した俺。ね、ドイツなんじゃないですか、そういうこと言う人は。ちょっと嫌な気持ちにさせて。知識をひけらかしたいみたいなところもあるかもしれないけど。ひけらかす可能性もあるから。ウニ、何、醤油プリンで今更ひけらかすことはないやろ。でもほんまにウニの味したらでも言いたくなるやろ。まあまあな。いや、嬉しいですよね。だから多分あの、うん、いちご味のシロップとか開発した人とかいるじゃないですか。あ、実際にいちごと食べ比べたら一切いちごの味しいひんやん。せえへんな。で、それをやばい、いちご味できた、いちご味プリなんですよって
って、うん、こう進めてきてる人と同じ感情なんじゃないですか。いや全然わからない。何言ってるのか全然わからない。そいつらは何の話してたの。いやいや、そいつらは研鑽を重ねて開発したわけやんか、うん、もうその K の言ってるやつなんかはもう、うん、適当に何か合わせたそれっぽい味しましたって。いや適当にじゃないよそりゃ、うん、じゃあプリンに何の味、プリンに何の味合わせたウニになるかなって、うん、ずっと頑張ってやってきたやつはもうアホやん、うん、ほら。いやだからその世界でアホやと思われてる人が偉大な功績を残すんですよ、うん、そういうオチなの。そういうオチじゃないな。今何の話してたの。ちょっと分からんくなってきた。こいつが一応しろっぽな、なんか話してから意味わからんくなったけど、うん、記憶ないわ。言うと思って今日プリンと醤油をね、うん、用意してないんですよ。ないしてない。なんやねんそれ。いやでもまあ色は近くなるやろうね多分。うん、うん、そうそれぐちゃぐちゃにしてご飯にのっけたら、うん、ワンチャンあるってことやろ、うん、でもまあでもその変なへりくつっぽいこと言ったら食感まで合わさって、うん、全ての要素を揃えてウニと言いますからね、うんうん、そうですね。だからさ、そのぐちゃぐちゃにしたら一緒やんって言うけど、うん、ぐちゃぐちゃになった時点でも別物やと僕は思う。別物やな。そうなんだよね。うん、はい、まあとにかくこれ何を言いたいの。あの何が言いたいか、あの分かる方よかったら。投げんな投げんな投げんな。委ねたら落ちるってもんでもないからな。委ねすぎや。え、こっちがその、うん、高い金払ってウニ食うてんのに、うん、あの安い金でウニ食うて、うん、ウニなんかそのウニっぽいも食って、ウニっぽいも食って、うん、ウニの味するってその同じレベルにおると思われてんのが嫌ってこと。え、全然それでいい人はそれでいいんじゃないと。ああ、それはいい。いやなんかちょっとひろゆきっぽかったけど、なんかなそれで満足できる人はそれでいいんじゃないですか。あ、それいい、あんたの意見ですよね。そんな嫌味っぽく言うつもりはないけど、うん、なんかアホみたいなと思いながら、まあまあアホではあるでしょ。でもなんかそれ多分本気で言ってる人おらんと思うね。あ、まあまあ、いやそれはまあそうやけど、俺は本気だ。そうそうか、俺も本気だ。マヨネーズのりで寿司って言ってるのを本気の人俺初めて見たから。いや俺マジで本気やった。衝撃やった。そのいやだから一瞬感動してんもんな俺ら。いやでもほらお前はなんいやそのお前は誰だ。いやまあまあ、そのでもさ、あの時当時な、当時追い込まれてた状況を加味すると、うん、それ言うんせっかい。俺はやっぱ良かったなってそう思うけどね。当時追い込まれててそうせなうまいもん食えんかったやんって言われたらそれはそうやと思うけど、いや普通に海苔とご飯で美味しいやん。それもあるん。いやでもマヨネーズがええねん。またあれがマッチするんだよ。なんかその酸味が美味しそうな組み合わせかな。もう終わろうや。まあ美味しいもん食べたいよね。